真鶴で、海牛探そう。こんにちは、ホヤです。今回は、真鶴のタイドプールで、海牛を探します。海牛を見つけたら、動画を止めますので、皆さんも、ぜひ、探してみてください。それでは、始めましょう。今回も、ウェーダーを着て、水面上から、石をひっくり返しながら、海牛を探します。とか言っているうちに、いました。真鶴では、いつも見つかる、ピンク色のあいつが、堂々と歩いています。これです。開始から、1分も経たずに見つかるのは、ちょっとありがたみに欠けますね。相模見の海牛です。大きさは30ミリくらい、少し大きめの相模見の海牛です。真鶴でいつも海牛を探しているタイドプールでは、毎回必ず見つかる海牛です。大きいやつも小さいやつもいるので、この場所の環境が合っているんやろなぁ。ド派手なピンク色で、それなりの大きさのやつが多いのも、見つかりやすい要因の一つですね。幸先よく海牛を見つけましたが、ここからはいつものコースをたどりながら、のんびり海牛を探していきます。3月半ばなので、日を選べば、昼間でも結構潮が引きます。いました。これはわかりやすいですね。これです。ここに卵のようなものもくっついてますね。ほとんど干からびている小さな潮だまりにいましたが、大丈夫なんやろか。緑アメフラシです。大きさは25ミリくらい、よく見る大きさの緑アメフラシです。さっきもちらっと紹介しましたが、やっぱり、卵がついていました。普通に動いて、離れていっているので、産卵中とか、産みたてとかではないようです。春は雨降らしのシーズンなので、相模湾沿岸なら、どこの磯でもたくさん見られます。ひっくり返した石は、なるべく、元の状態に戻します。ひっくり返した時点で、環境は変わっているのだから、意味がない、という人もいるようですが、環境への影響は可能な限り少なくした方が良いでしょう。まあ、この辺は、どこに線を引くのかの違いでしかないわな。おお、ちっちゃいガンガゼがおるな。ガンガゼです。磯遊びで気をつけるべきウニで、鋭い針はマリンブーツも突き抜けるほどです。大きいやつは厄介者ですが、このくらいの大きさだと可愛いな。いつもより潮が引く日は、引いていく海水から取り残されて、干からびそうになっている海牛も見つかります。例えば、この画面の、どこに海牛がいるのかを、探してみてください。ここです。この日は、相模見の海牛が多い日で、いつもはこの辺りにはいないんだけど、という場所でも、たくさん見つかりました。どういう理由で、増えたり減ったりしとるんやろな。少し場所を移動しました。この辺りは、普段なら、相模見の海牛と乙女海牛がたくさん見つかる場所なのですが、今日はどうやろうな。いました。この石に、乙女海牛が3匹ついているので、探してみてください。これです。ここを探せば、ほぼ確実に見つかるというのは、ありがたいですね。
乙女ウミウシです。大きさは20ミリくらい、よく見る大きさの乙女ウミウシです。3匹が近くに集まっていましたが、乙女ウミウシは1匹見つかればその近くに何匹か見つかる傾向があります。赤い触覚がよく目立つので比較的探しやすいウミウシだと思います。この触覚だけ赤いってのがまた可愛いんですよ。また場所を移動しました。この辺りは膝の上くらいの深さがあるのですが、ウェーダーを着ていれば問題はありません。ただ少し油断してしゃがみ込むと水が入ってくることがあるので注意が必要です。おお、なんか小さくて変なエビがついとるな。これです。このままじゃ撮影しにくいので観察ケースに入ってもらいましょう。移動するときに観察ケースを置いてきたので一旦元の場所に戻ります。観察ケースに海水を入れてと、うまく入るかな。入りました。これです。ウミウシ以外にもエビやカニの仲間も割と好きなんですよ。横島エビです。熱帯から温帯まで広く分布しているエビですが、どちらかというと熱帯の海の方が多く見られるようです。図鑑では房総半島より南で多く見られると書かれてありましたが、今まで出会わなかっただけで相模湾でも探せば多くいるんやろか。エビやカニの仲間も面白いのですが、動きが早いので捕まえて観察ケースに入れないと動画を撮りにくいんですよね。横島エビの撮影も終わったので、もう一度さっきの場所に戻ってきました。この辺りは結構いろいろな種類が見つかって面白いんですよ。いました。ちょっとわかりにくいですが、真ん中よりちょっと右に白いウミウシがついています。これです。海藻のところにくっついているので撮影は面倒やろな。先島みのウミウシです。大きさは15ミリくらい、よく見る大きさの先島みのウミウシです。石の表面に生えている海藻にくっついていることが多いので比較的見つけやすいウミウシだと思います。見つけやすいのですが、海藻が邪魔になって撮影するのは結構面倒だったりします。葉山ではよく見かけるウミウシですが、真鶴で見かけるのは珍しいです。タイドプールの一番奥まで来ました。この辺りにもウミウシは結構たくさんいるのですが、潮回りの違いによって探しやすい日とそうでない日があります。いました。赤くて丸い粒みたいなやつを探してみてください。これです。真鶴では定番のウミウシで、いつものタイドプールではどこにもいる感じです。赤エラミのウミウシです。大きさは15ミリくらい、少し小さめの赤エラミのウミウシです。赤くて細めのミノが特徴ですが、大きくなるにつれて鮮やかな赤から少しくすんだ赤に変わっていきます。どんな生き物でも老化は避けられんのやな。ここからは GoPro では小さすぎてわかりにくかったウミウシと、 GoPro の電池が切れた後に見つけたウミウシを続けて紹介していきます。
コマユミノウミウシです。大きさは、10ミリくらい、よく見る大きさの、コマユミノウミウシです。大きくなっても、10ミリくらいにしかならないので、見つけた時点では、なんだかよくわからないけど、とりあえずウミウシやな、という感じになります。春先に多いイメージですが、小さなウミウシなので、気がついていないだけかもしれません。二筋身のウミウシです。大きさは、10ミリくらい、よく見る大きさの、二筋身のウミウシです。真鶴のタイドプールでは、よく見つかるウミウシの一つですが、10ミリメートル前後の小さいやつが多いので、見つけるには、慣れが必要だと思います。黒と赤の配色が、とてもおしゃれなウミウシです。ヤツミのウミウシです。大きさは、10ミリくらい、よく見る大きさの、ヤツミのウミウシです。相模湾沿岸なら、どこの磯にもいると思いますが、ものすごく浅いところにいることが多いので、探さないと、見つからないかもしれません。地味な色合いをしていますが、これはこれとして、独特な味があって、いいですね。白枝ウミウシです。大きさは、10ミリくらい、小さめサイズの、白枝ウミウシです。図鑑では、60ミリまで大きくなる、とありましたが、そんなに大きな白枝ウミウシは、未だに見たことないです。枝ウミウシの仲間は、体の側面に生えている突起が光るらしいのですが、弱い光なので、明るいところでは、わからないです。白線身のウミウシです。大きさは、10ミリくらい、よく見る大きさの、白線身のウミウシです。小さい上に、細長い体をしているので、見落とすことが多いウミウシだと思います。相模湾沿岸では、割とどこでも見つかる印象があります。稲葉身のウミウシです。大きさは、10ミリくらい、よく見る大きさの、稲葉身のウミウシです。白くて太い身のが特徴のウミウシで、他に同じような形の身のを持ったウミウシがいないことも興味深いです。以前は夏に見られるウミウシだと思っていましたが、今シーズンは春先にもちらほら見つかっています。指ウミウシです。大きさは30ミリくらい、よく見る大きさの指ウミウシです。細長い体に、等間隔に配置された突起が並ぶのが、特徴です。怪獣みたいな、ごっつい見た目をしているので、割と好きなウミウシです。今回は、このくらいにしておきましょう。今回見つけたウミウシは、12種類でした。最後まで、ご視聴ありがとうございました。高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた、どこかの海でお会いしましょう。